おはようございます。高井美希です。年末のザ・リーダーは1時間のスペシャル版でお届けします。室町時代に生まれた日本の伝統文化に初の女性家元が誕生しようとしています。今日は伝統を守りながら新しい風を吹き込もうと挑戦する女性リーダーに迫ります。四季折々の植物と触れ合い、人の感性によって新しい命を吹き込む生け花。日本が誇る文化、その根源をなすのが華道家元池の坊である。海外にも門弟を増やし、今や30の国と地域におよそ100の支部を抱えるまでになった。次なる時代を担う者として日々生け花の魅力を伝えるため世界各地を駆け巡る。東京オリンピック・パラリンピックも大阪万博もともにやはり日本に注目が集まるということで、日本の文化って面白いなって思ってもらえるようなそういった仕組みをちょっと考えていきたいですね。そのスケジュールはまさに分刻みで実に多彩だ。今年10月には奈良の興福寺で300年ぶりに再建された中金堂の落慶法要にも招かれた。だが懸念はある。少子化などによる生け花人口の減少、その流れに抗うようにさまざまな手を打つ。女性ならではの新たな発想で未知なる華道のポテンシャルを探り出したいと願う。長い歴史の中で女性として初めてとなる次期家元、今何を思い何を語るのか。烏丸にあります長保寺六角堂、京都のちょうど真ん中にあるというお寺なんですが、今日のリーダーはこちらの副住職さんでもいらっしゃるんです。おはようございます。おはようございます。毎日放送の高井美希です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらが六角堂なんですね。そうなんです。はい、どうぞご案内します。 ありがとうございます。はい、池の坊さん、こちらの副住職もお勤めでいらっしゃるということで、はい、もう得度されて随分なられるんですか。もうそうですね、30年ぐらいになるかもしれない。はい、じゃあ結構必ず池の坊の家元はここの住職であるという決まりがありますので、私も後継に決まった時に得度をしたんです。そうなんです、はい。でもこの辺りビルに囲まれて街中なんですけど、そうですね、本当に一番の、ビジネス、街の真ん中なんですけれども、でもその中でね、こうやってお寺があるので皆さんくつろぎに来られたりお参りに来てくださったり。そうですね、ちょっと時間の流れ方がここだけ違う感じですね。そうですね。こちらの六角堂がもともと生け花の始まりだそうですけれども、はい、そもそも生け花というのは仏前供華、仏様にお花をお供えするというところから始まってるんですよ。はい、六角堂の中でこの池の横にお坊がありまして、そしてそこで花を生けていた僧侶が花の名手であったというところから、池の坊、六角堂にある池の坊のお坊さんが生け花を、得意としていたということなんですね。そうですか。それがじゃあもうまさに今の生け花の始まりという。そうなんです。はい、じゃあその池の坊が、そうなんです、池がそこに見えます。はい、まさにじゃあこの池、じゃあ聖徳太子が沐浴したというふうに札も立ってますけど。そう言われております。はい、そうですか。聖徳太子が四天王寺に行く途中にもうこちらでちょっとこうご持物を置いて沐浴されて、そして出発しようとしたらそれが取れなくなってしまったので、ここでお寺を作りましょうということなんです。
まあ、550年も長きにわたって愛され続けている生け花ですけれども、その現代にも通じるその魅力といいますか、どういったところですか？そうですね、やはりあの一目一掃に心を寄せて、そしてその花の姿の中に自分の思いや願いをあの託して生きるという精神的な充実といいますか、またその出来上がった時の喜びであるとか、またそれを介在にして多くの方々にこう喜びを伝えていく、伝統を伝えていくという、やっぱりそういうことは変わりないのではないかなと思います。あの仙光さんは次期、はい、あの家元ということですけれども、やはりそのあたりのなんて言うんでしょう、後継としての、まあ、プレッシャーみたいなものっていうのは終わりなんですか？小さい頃の方がありましたね。そうですか。はい、あの小さい頃は本当にもうここにいるとすぐ皆さんが、うん、あのゆきさんでしょっていうのが分かって、お池の冒険のお嬢ちゃんってであの大変ねとか、あの後を継がなければいけないんでしょっていうふうなお声掛けいただいてたので、はい、小さい頃から、そうですね、中学高校ぐらいまでが、やはりいろんな葛藤とかプレッシャーを感じてた時期でした。ちょうど思春期とも重なりますし、そうですね、はい、いろいろこう揺れ動く時期も、うん、そうですか、はい、じゃあ逆にもう今はと言いますか。そうですね、もう今はあまりにもね、あの年も重ねたのでいえいえ、あのもうそういうことに悩んでる時間がもったいないというか、本当にこう自分に与えられたことを、まあ、本当に落ち着いてやっていくという、そういう気持ちですね。うん、そうですか。お父様からはなんかこうしていきなさいとかありました？いや、うちの父は本当にそういった意味では、あのあまりこう人を型にはめたくないというか、あのこうあるべきだとかこうすべきだという押し付けることが好きではなくて、あの父から直接そう厳しくあの言われたことはないんですね。ただ本当にその父が常日頃いけばなと向かい合っている姿勢であるとか、まあ、父の作品を通してあの多くのことを学んだように思います。聖徳太子が創建したとされる六角堂、代々池坊家元が住職を務める。556年前の文献壁山日録には、当時の住職千景が花の名手として登場する。千景の花を洛中の神塚たちが競って鑑賞したと記されている。たとえ枯れ枝であっても、若葉や花と同じ命と捉え美を見出す。受け継がれる理念は、室町時代後期に活躍した仙王によって確立された。1965年45世家元仙英の長女として生まれた。本格的に生け花の稽古を始めたのは中学生の頃から。大学時代は京都を離れ東京に。1988年学習院大学国文学科を卒業し、次の年に得度した。そして3年前、四代仙光を襲名。作風は大胆であり、かつ繊細でもある。そして常に新しさを備えている。今回は3方向から見られる作品ということで、あのまず最初の方向から見ると自由化 で、2番目の方向から見ると立化 で、また3つ目、3番目の方向から見ると自由化っていうことに、あの、まあ、構想を考えたんですね。3方向から鑑賞できる作品、1方向目は自由化のスタイル。イメージしたのは秋の風景だ。自由化とは戦後に生まれた様式で、器や花材、飾る場所など一切約束事はない。2つ目の方向から見る作品は、最も古いスタイル立花。
草木が響き合う大自然の縮図を表現している。三つ目の方向の自由化は、あえて同じような枝ぶりを用いながら趣向を凝らしたデザインに仕上げた。作品はそれぞれ独立しているが、部分的に隣り合う作品の一部と調和する独創的な構成をなす。こちらの建物は何ですか？あちらに見えるのが家元道場になります。はい、道場、はいはい、昔は本当にこちらで全国から あのお弟子さんたちや先生方が集まってお稽古されてたんですよ。そうですか。はい、じゃあ初めて入らせていただきますけ ど、はい、どうぞ。お花は全く何の心得もないんですけど。はい、どうぞ。はい、失礼します。こちら中から見ても素敵ですね。このありがとうございます。角度とお堂がとっても綺麗。はい、ありがとうございます。こちらの絵は、あ、そう、これはですね、40世の家元である千條が描いたあの鶴の絵の複製になるんですけれども。そうですか。はい、40世の家元、はい、とても絵がお上手でいらっしゃいますね。木花を受けた後に必ずあのスケッチをすることがあるんですね。まあ、そういうこともあってあの花と絵と、まあ、両方引いてたのかもしれないですね。これでいつ頃のものなんですか？だいたい200年ぐらいは経ちますね。そうですか。はい、ここは道場席になります。はい、でこちらはあの旧七夕絵の時でも選ばれた王先生だけが行けられる場でもありますし、またあの新年の5日ですね、お正月の5日に初生け式というのがあるんですけれども、その時はもう皆様方お着物を着た方がずらっと並んでそれぞれ作品を行けるという、そういう行事が行われる場所でもあります。初生け式はあの私何度もニュースでお伝えしたことがあります。お正月の中も恒例行事の一つみたいな感じで。はい、ありがとうございます。こちらの作品は、はい、あの私が受けました。はい、はい、これはなんか作品名とかあるんですか？これはあの祖というタイトルでして、はい、素朴の祖なんですけれども、素朴の祖、はい、自然の草木の持つ飾らないでもたくましい力を表現できたらというふうに考えてきています。さあ、それではこの道場で、はい、あのとても恐れ多いんですけれども池花全く初心者でやったことないんですね。はい、なのに次期家元直々に教えていただくという、申し訳ございませんと先にあのお伝えしてきます。基本の木って何かありますか？まず、そうですね、あのまずこの中ではおそらく、はい、あの今日の場合はダリアが一番その主役として使いやすいのではないかなと思います。はい、あのじゃあでダリア何本か入ってますので、ええ、ちょっとこういくつかこうぐるぐるっと取ってみてですね、うん、はい、あのどれが一番このどういう向きが綺麗に見えるのか、ええ、どういうふうにしたらこう生き生きと見えるのかってちょっとぐるぐるっと回しながら、ぐるぐるっと回す、はい、こう当ててみるんですか？そうですね、はい、で多分あここが一番こう綺麗だなと思う、はい、あの表情を見せるところがありますので、うん、まあ、そこを見せるようにして、で角度も例えばちょっと後ろに倒した方がいいのか前に傾けた方がいいのか、うん、右がいいのか左内がいいのか、そういうのもちょっと見てほしいんですね。いいですか、適当に。はいはいはい、なんか若干不安そうなお顔されてること。そんなことないです。はい、これでも向き、あの一番最初ですからね、はい、うまくいけようと考えないで、はい、そうですね、はい、まず花になれる、花になれる、はい、じゃあもう花を知るというところから。あ、そうですか。ただポイントとしては本当にこう花の表情を見てどういう向きが一番綺麗なのか、
り葉っぱは重ならない方がいい。そうですね、あんまり重ならないで、それぞれの、花と花の間に空間が空間あるように、あまりこう窮屈にギュッと寄りすぎない方がいいですね。なるほど。いた、ちょっと抜こうと思うとちょっと結構しっかりこれ剣山刺さるものですね、はい、もうちょっとちょっとじゃあ開けた方が、そうですね、ちょっともうちょっと空間を、そうですね、それぐらい取って、それぞれの花の周りにきちんと空間があるように、難しい、この辺でと思ってもなかなかそこには止まってくれない。戻ってしまいますか。なんか同じ花材をこう与えられても人によっても全然違う作品が、全く違います、それぞれの方の感性とか、それから性格も、大丈夫ですか。ちょっと力を入れすぎて折れちゃいます、はい、もうその折れたところはもうそこ切ってくださいね、はい、加減がお花がちょっと私に生けられてかわいそうな感じになってますけど、なんかだんだんますます散漫な感じになって、散漫ではなくて本当にこのまずおおらかにね生けてるというところはいいことで、本当に小さくではなくて空間をたっぷり使っていけるということです、はい、はい、こんなもんですかね。そうですね、はい、とても伸びやかにこの特にダリアのすっと上に伸びていく、そういう命の持っている強さとか、はい、そういう自然の成長といったものはよく出てると思います。ありがとうございます、はい、先生結構褒めて伸ばされるタイプですか。角を花を生けるんですけれども、はい、その咲き誇る花が一番綺麗なのかと思っていたんですけれども、決してその池の坊の考えではそうではないですね。そうなんですよ、今日はね、これは本当に綺麗な花ばかりですけれども、はい、私が先ほど行きました、即図のように枯れたものであるとか、枯れた葉であるとか、それからつぼみ、それから、本当にこう満開の盛りを過ぎた、本当にもう枯れる直前の花、はい、そういったものももうすべてが命の一つの姿なんですよね。で、その命っていうのは私たち人間も同じで、いろんな段階があるけれども、もうどれもがやっぱり大切で、どれもが輝いている命ですよね。ですから生け花では満開の花だけではなくて、本当にありとあらゆる状態の草木を使って、はい、そしてそれぞれのやはり命の尊さを訴えていますね。命を表現しているとも言えるわけですか。まさに生け花、命を生かす生け花ということだと思います。枯れた花にも花がある。そこには命を慈しむ深い思いが込められていた。今年11月、京都で開かれた華道展、枯れた花にも花がある。長く受け継がれてきた池の坊の心を家元の手によって見事に表現した作品だ。伝統を守り伝え続ける家に生まれ育つ、時には戸惑い思い悩んだこともあったのではないだろうか。千光さんはこの池の坊のうちにお生まれになって、もう多分物心ついた時からこういう場で育ってらっしゃいますけれども、はい、私たち一般人からするとちょっと想像できない世界なんですが、どんなものなんですかね。なんかほら他の世界を知らないじゃないですか、だからこう比較のしようもなくて、なんとなく自分の頭の中で、こういう家に生まれて私が後を継ぐのかなと思っていたところはあります。そうですか。じゃあ例えば、思春期になり、例えば大学になって、周りのお友達の方がこの先どういう道に進もうみたいな時に、華道以外を考えられたっていうことはないですか。なんか今から思うときっといろんな選択肢があって、
て考えるということもできたと思うんですが、もうその時は本当にその環境の中で、はい、そういう言葉だけを聞いて育ってましたので、あまりその他のことを考えるっていうこともなかったですね、はい、お父様からもその家元からも早くからそういうことは言われてたんですか？父は男の子が継ぐもんだっていうふうにずっと思ってましたから、はい、そういう私、娘である私が継ぐなんていうことはもう考えてなかったと思いますね。そうですか、お嬢さん2人兄弟でいらっしゃいますよね、はい、美香さんとお二人、はいはい、父としては例えば甥を、池の坊家の誰かという、そういうことも考えてたと思います、はい、本当に父もいろんな段階を経て、その社会の状況であるとか、その時の池の坊家の置かれている状況なども鑑みて、最終的には私にという判断をしてくれたんだと思います。しかも女性家元となりますと、初めてですよね、史上、550年以上の中でというので、もう注目度ももちろん高まりますでしょうし、ご自身の中ではそうやって周りの方からはそうなのって言われて育たれたということですけれども、大丈夫かなとか、ご自身の中でこうちょっと迷いみたいな時はありませんでした？そうですね、女性の家元が出るっていうことは、社会の流れとか、時代の流れで、はい、いつかはそういう時が来るというふうに思ってましたけれども、今でも本当に私が果たしてその任を終えるのかっていうのは、本当に自分自身足りないところもあるし、力不足のところもあるし、ただ少しでもいい方向に行けるように自分の最大限の努力をしていくという、それだけですね。千子さんご自身は小さい頃はどんなお子さんでらしたんですか？とても内気な。そうですか、はい、もう学校でも絶対手は挙げられない。意外です。でもこれ大勢の大人に囲まれて育たれた方なので、今もやはり人見知りするところもあります。そうですか。小学校の頃はいつも母がクラス替えのたびにお友達できたって心配するのが常でした。小さい頃なんか好きだったものとか、何か思い出のものとかありますか？小さい頃は読書が好きだったんですね、でその中で大草原の小さな家とそのシリーズが、はい、大好きで何度も何度も読み返していました。私も持ってました。あ、そうですか。しかもあの頃 NHK でドラマやってましたよ ね、 だからなんかなおのことね、こう相乗効果で本で読んで、それをまたドラマで見て、で私は挿絵も好きで、本当にこうアメリカのなんか典型的な、はい、こうファミリーの、でもたくましくこういろんな困難がありながらも、明るく楽しく相手を思いやりながら生きていくっていう、なんかの姿がとってもこう印象的でしたね。しかし私もあの本の中でメープルシロップってどんなものなんだろうとか、なんか出てきましたよね。覚えてます。もうあのドラマもうテーマソングすぐ出てきますよ。そうですか。なんかチャン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 チャララっていう。そうですそうです。ですよね。今はいろんなね、海外のものってこう食事にしても文化にしても入ってきてますけれど、はい、私が小さい頃ってまだなんかそんなにはやはり私自身も接点がなくて、はい、そういう中で本の中でいろんななんか自分が普段と違う世界をちょっと垣間見たりとか、そういうのが楽しかったですね。特にこういう和の世界に囲まれて育ってらっしゃるので、はい、余計そういった洋の文化に惹かれたっていう部分ももしかしたら終わりかもしれないですね。意外と洋の文化も好きでしたね、はい、本当に全く違うからこそ、なんかこう全く違う世界も見てみたいとか、またそれを見ることによってこう自分自身もちょっと心が解放されたりとか。今日はお写真をお持ちいただいたんですけれども、はい、なんか猫ちゃんが2匹写ってるんですが、そうなんです。この子たちは、はい、私が可愛がってるマイ猫たちで、はい、帰ってくると必ず猫たちが膝に乗ってきてくれて、はい、まずそれ以前に、はい、もう鍵を開けるともうドアのところまで開けたらそこにいるわけですね。そうです、迎えに来てくれて
猫と一緒にくつろいだり猫の温かさを感じながら、はい、こうちょっとお茶を飲んだりっていう時間はこう癒しの時間ですね。もう一日の中でも大切な、はい、じゃあでも海外にお仕事で遠出されることとかもありますけれども、はい、じゃあ留守されて帰ってきた時にはもうそうですね元気な姿を見るとほっとします。華道もグローバル化の時代、今月初め台湾に向かった。台湾では3年に一度華道展を開いている。500作品以上を展示するという。街を歩いていると華道展のラッピングバスを偶然見かけた。初めての試み、嬉しくなり笑みがこぼれる。台湾は海外で最も生け花が盛んだという。55年前に初めて支部ができ、今は12を数えるまでになった。会場の設営準備はそっちのけで、熱心にカメラを向けるその先に作品の制作に取り組む千光さんの姿があった。器は表面に西陣織を施したものを使い、生ける植物は台湾のものを選んだ。日本と台湾の文化の融合を表現したいと考えていた。因为是第一次看到自己家园这样子插座，觉得非常感动，也非常兴奋。一二三，请剪彩。今年はアメリカ、モナコなど4つの国と地域を訪れ、多くの人たちに華道の魅力を直接伝えた。共に台湾を訪れた家元千栄さん、娘でもある千光さんに何を期待するのだろうか。今までね、大体男性ばかりやってたんですけど、やはり女性は女性としてのね、優しさあるいはエレガントな気持ちがあると思うんですね。そういう花を生かしてですね、やっぱり今後も生け花をやっていただきたいと思いますね、はい、日本は今国際的なイベントを控え、いやがおうでも世界から関心が集まる。今日本は2020年に東京オリンピック・パラリンピック、そして2025年に大阪万博を控え、日本そのもの、そしてまた日本の文化に世界中から注目が集まっておりますが、まさにその国際化のまず最先端を行っている、本当に先駆けとなったのがこの台湾というところだと思います。期間中およそ1万7000人が会場を埋めた。グローバル化は華道の未来のために避けて通れない道と力を注ぐ。家元とそれまでの方が蒔いてくださった種が芽が出て花が咲いて、またそれがね、種になってまた広がることを願っています。今こうしてもともとその池の坊のうちに生まれて、ずっとそのまま、もじき家元としての道を
まあ、言ったらまっすぐと言いますか、進まれてますけれども、これまでの人生で何か転機みたいなタイミングはありました？まず一つ大きな転機だったのは大学で東京に出たということですね。もう京都から初めて。じゃあ、はい、それはご自身の考えでなんですか？そうです、はい。それもちょっと一度ここから出て外を見てみたかったみたいな。そうですね、やはり京都にいるともう周りの方もいろんなこれまでの長いお付き合いの中で、はい、やっぱり守られている部分もありますし、やはりそうではなくて、やはり自分の一人の個人として、なんか自分でどんな人間なんだろうとか、どういうことができるんだろうとか、なんかこう生身の自分自身を見つけたかったというところもあります。ご両親からは反対もなく？父はちょっと京都にいたらいいのにっていう、はい、のありましたが、母はもう行きなさいっていう感じでしたね。お母様はじゃあもう背中を押してくださる感じで。そうですね、活発ですからね、はい。でそのまあ大学で東京に出られて、はい、やっぱりそこで得たものって大きかったんでしょうか？東京に出てきて、やはり客観的にいけばな夜景の棒を見ることができたことによって、はい、いけばなの面白さっていうのをこう純粋に感じられるようになってきたんですね。で、いけばなってこんなに面白いんだっていうことを知って、それで、こういうこの世界でせっかくこういうところに、まあ、生を受けて育ってきたわけだから、ここで生きていきたいというふうに思うようになりました。じゃあそれまであまり楽しみながら生けるっていうことは逆にそんなにはなかったっていうことなんでしょうか？やはりなんかこううまくいけなきゃいけないとか、やっぱり池の坊の家の人間だからきっちりしてなくてはいけないとか、そういう自分の中のこう勝手に思い込んでる義務感みたいなものがあって、それがやはり大変でしたね。でそこから解き放たれて、はい、でまた戻ってこられて、で何か座右の銘みたいな言葉はありますか？はい、今を生きる。今を生きる、はい。もうそれはいつから？いや、もうもうずっとですね。やはり人間ってどうしてもほら頭でっかちになって住んでしまった過去のことを悔やんだり、あるいはまだ来てない未来のことを心配したり、そういうのにやっぱりとらわれてしまうと思うんですね。でもそうじゃなくて、やっぱり今この時を、この時というのもその一瞬しか、その時しかないから、その一瞬をもう自分で悔いなく生き抜くことができたら、そういう後悔も不安もなくなるんじゃないかなと思って、それは本当に花の姿から教えられたことでもあります。その花の一瞬の美しさからも通じているんですかね？そうですね、花は本当にどの瞬間も美しいじゃないですか、はい、咲こうとするつぼみの頃から咲いて、はい、そしてこう枯れていったり散っていったりする、でもどの瞬間も美しい、本当に今をただひたすらに生きるということにこう打ち込んでいる、生きるということだけに専念している、やっぱりそういう花の持ってるこう強さとか、そういったところを私自身も自分の生活とか人生の中でこう役立てていきたいなと。東京オリンピック・パラリンピックでは、はい、委員も務めていらっしゃいますけれども、はい、2020年向けて委員としてのお仕事としてはどういったことを取り組んでいかれるおつもりですか？そうですね、私は文化芸術伝統文化という立場で、やはり日本らしさであるとか、その日本の文化の中に見られる和の精神であるとか、お互いがお互いを生かし合って一つのものを調和した世界を作り上げていく心の在り方とか、そういうことをお話しして、またそれがまあ、もちろんそれだけではないですけれども、他の方々の意見とともに東京オリンピック・パラリンピックのまあコンセプトの中にこう土台として反映できたらというふうに考えます。じゃあもしかしたら会場のどこかで池の坊さんのお花のアレンジが見られたりであるとか。そうですね、はい、できればね、そういう例えば選手の方をお迎えする時であるとか、あるいは何かこう皆さんが多く集まられる場所で日本のいけばなを生けることによって、選手の方にもリラックスしながらまたエネルギーを得ていただいたりとか、
来てくださった方が、あ、なんかこう他のオリンピックとはまた違う、オリンピックパラリンピックとは違う、もう日本らしさを味わっていただけたらと思います。これからさらにこの発展といいますか、はい、広めていく上で特にこの層をターゲットにとか、こう力を入れたいとかいうところはありますか？やはり若い方への伝承というのは力を入れていきたいと思います。どうしても生け花というのはそのものを残すことはできないですね。例えば美術館に入れてとか博物館に入れてということはできませんので、常に人から人へ生け花の考え方であるとか見方であるとか、それから技術であるとか、そういうことをつないでいかなくてはいけない。そういった意味では自分たちが今生きている、そのさらに次世代、さらに次世代の方がいけばな文化を理解して、そしてまたその方たちがいけばな文化の担い手になって後世に残してくれるような、そういった取り組みをしていきます。いけばなの世界も人口減少と少子化の問題に直面している。ともすればしきたりや作法を難しく思われてしまいがちないけばな、だからこそ身近に感じてもらいたいと若者たちに熱心に語りかける。すなわち枯れたものも美しいという考え方です。だからこそいけばなはまさに生かす花なんですね。見た目だけの形や色だけをきれいに飾るのではなくて、それぞれの草木がそれぞれに持っている個性や命、そしてその状態をすべてあるがまま受け入れて、そしてそれを最大限に生かし合っていくこと。第1回大会からの10年連続出場で初の全国出場です。高校生が日本一を競ういけばなコンテスト花の甲子園、今年で10回目を迎える。今年は過去最多となる162校が参加、地区予選を勝ち抜いた15校が全国大会に駒を進めた。3人1組のチームで競い合う花の甲子園、一部審査では与えられた15種の花材と持ち込みの一種を使い、45分以内に3人それぞれが作品を制作。その中から選ばれた3チームが2部審査に進み、最終的に最優秀校が選ばれる仕組みだ。さあ、生け込み始まりまして12分経過です。すごい緊張してます。作品ちょっとギリギリですが頑張りたいと思います。二部審査では花バサミをバトンに仕立て、メンバーが協力して30分で一つの作品を仕上げる。熱い戦いの結果は、全国大会最優秀校群馬県立桐生女子高等学校です。関東勢初の最優秀校に選ばれたのは群馬県立桐生女子高校。もみじの伸びやかな枝の個性を生かした大胆な構成と手際の良さ、優れたチームワークが高い評価を得た。この日向かった先では
端正な顔立ちの男性たちが生け花を囲んで撮影に取り組んでいた。これもまた華道のイメージを覆す仕掛けの一つだという。池のボーイズの制作風景を撮ってるところです。池のボーイズ、はい、あの池のボーイズというのは池のボーの PR 隊で、まあ、いけばなの実際蹴ってる風景をちょっとご覧いただいたりとか、あるいはいろんなライブやパフォーマンスをして、まあ、池のボーの魅力を広く伝えていこうというそういう取り組みなんです。次期家元となった次の年2016年に立ち上げた池のボーイズ、7人のメンバーは皆実際に華道を学ぶ男性たち。伝統にあぐらをかいていられる時代はとっくに過ぎた。華道に目を向けてもらえるためにできることはまだまだあるはずだと思う。池のボーイズを立ち上げられまして、はい、評判はいかがでした？最初、まあ、少しずつですね、はい、あのもう今売り出し中です。もう絶賛売り出し中です。絶賛売り出し中です。どうしても生け花というと女の人がするものであるという、うんうんうん、そういったあの固定概念も残ってますので、はい、そうではなくてもっと本当に楽しく生け花をすることができるんですよと、そして何も女性だけの女性の趣味ではなくて、はい、あの男性も楽しんでますよということで、あの池のボーイズを立ち上げました、はい、こういった人もいるんだということを、まあ、提示してあの若い世代に生け花にもっと親近感を持っていただけたらなということを考えました。あのずっと、まあ、京都であの、はい、生まれて育っていらっしゃいますけれども、その関西経済トータルでの今後の展開といいますか、はい、可能性の中ではやっぱり京都って結構とても大切なポジションではないかとも思うんですね、はい、やはり京都の特徴というのはこう宗教文化があるということですよね。ですからそれがまた一つのこう基盤になっていると、はい、でまた一方大阪には大阪の文化があるし、神戸には神戸の文化があるし、でもそれぞれがあの本当に独自性を持って高い力を持っていると思うんですけれども、意外とその関西っていう割にはこうそれぞれがバラバラになってて、こう、 うまく力をこう相乗効果で出しきれいでないところがあるんじゃないかと、そういう危惧を持っています。もう少しこう関西が横断的にこう一つになって、そしてそれぞれのやはり持っている強みを生かしながら、もう少しこういい形でなんか連携をができればいいんじゃないでしょうか。今後またさらに家元へと進まれて、でなかなかあのプライベートな時間であるとかのんびりしたいと言ってもそういう時間も難しいかもしれませんけれどもしちょっと長いまだまだ先ですけれども、はい、リタイアされた先にああもうオールフリーだったら私はこれをしたいみたいな、なんかありますか、夢といいますか、そうですね、でも多分リタイアしても、はい、あの生け花人であるっていうことには変わりはないと思うんですね。例えば今次期家元で、まあ、将来家元になったとしても、まあ、それは一つの、まあ、立場や役職であって、でも生け花人っていうのはもう生きてる限り続くことですから、あのまたもっともっとこう気楽な立場で生け花にも向かい合えると思うし、それからあの、まあ、自分私自身が小中高とあのキリスト教系の学校だったっていうこともあって、はい、やはりあのボランティアっていうことがすごく近くにあったんですね。何か自分の今の自分でできる最大のことをあのやりましょうっていう、あのそういう教育も受けてきましたので、あのいろんなボランティアに関わって、まあ、多少なりとも世の中に役に立てればなと思います。まあ、じゃあどの道お忙しい日々を過ごされそうですけれども次期家元としての夢はいかがですか。あのずっと本当にあの、まあ、いろんな仕事をさせていただく中で、あの少しでもいい形であの池の坊いけばなを次の世代にバトンタッチしたい、もうその一心なんですね。本当に駅伝の走者ですからね。あ、そうですか。あの長い歴史で、ね、人が来てる時間はもう限りがあって短い短いものだけれども、本当に、ね、池の坊の歴史や生け花の歴史は長く長く
続いていくものですから、まあ、その中のもう部分を、一部分をほんの小さな一部分を走っている人間としてちょっとでも少しでもいい形でというのを思ってますね。もう600年700年ともうずっと続いていく中での一つの役割を担っていらっしゃるという、うん、はい、でも何も走っているのは私だけではないですからね。本当に同時代に生きている方々が皆さん一緒に走っている、はい、同じ道を一緒に走っているわけですから、はい、とっても心強いです、うん。花を生けるということは命を生けるということ。46番目のたすきを渡される人として次の世代に何が残せるのか、さまざまな新しい取り組みを始めています。そんな千光さんの目指す先とは。今年11月、京都で江戸時代から続く最も古い生け花店を開いた。今年のテーマは生け花大作戦。1500点の作品を並べた会場では生演奏などのイベントを繰り広げた。まず生の作品を見ていただきたいということですね。もうやはりいくら私が語ってもまさに百聞は一見にしかずで、実際に生の花が持っているやはり生命感とかみずみずしさとか力強さとかそういったものがきっと日々の彩りになったり、なんか人生のヒントになるんじゃないかなと思います。会場では訪れた人たちに生け花体験ができる無料のワークショップを開催。ここでも池のボーイズが一役買い、講師役を務めた。これがいいな。なんか自分と向き合ってるような感じがして、はい、なんか自分の分身みたいな感じがします、はい、その四季折々でやっぱり花の色とか顔が変わってくるので、もうそこが好きです。なんか花が応えてくれたらなんか癒されます。最後に聞いた、千光さんが考えるリーダーとは。羅針盤ではないでしょうか。未来に向けてより良い方向へ導くということだと思います。そういうふうなことができるように努力したいと思っています。